はい、皆さん、こんばんは。えー、今日もですね、あのー、ちょっと、また配信しますけどね、今日はですね、あのー、川勝平太知事、6月辞めるって言ってますよね。あのー、まあ、議会が終わってからっていう名目ですけども、もう、あのー、前回で申しましたように、どうもボーナス狙いだということで、まあ、これはやっぱりね、あのピンと来てですね、 自民党の県議団なんかもですね早くやめろというような声を県議会で上げているようですね、で県議会の様子なんか見てもねもう徹底して今、追及されていますねあの、それでちょっと私、ちょっとねあの、誤解があったあれだったんですけどね、川勝知事はです、ね、あの今日そもそも論で話しますけど、今日ちょっとショッキングな話もあるんですけどね、まあ、それは別として2009年にね初当選してるわけですよ。ででこれちょうどですね あの私にとってもね、意義深いというか思い、思いが深いとしてありましてね、えー、なんとですね、自民党の選挙を手伝ったのになぜか政権交代しちゃって、ですねあの民主党政権の方で人手が足んないから、そっち、あの、 リクルートされちゃったっていう時ですよねですから民主党政権内部からあですね、あのー、発足の当初から見てるんですけどちょうどですねその時期にあったのが静岡の県知事選挙で、えー、この川勝平太氏は あ主に当時の民主党ですね、今の立憲民主とかですね国民民主党などにつながるところですね、ここに担がれて出たということで、自民党推薦してませんでしたが、まあ、自民党担いのかと思ったら、あの私の大勘違いでこれ申し訳なかったですね、本当にあの、ここでお詫び申し上げておきますが、えー、本当にあのそういう点ではね、えー、ある意味、 これ今、今回かなり調べたというか実、実を申して、ですねあのこの備中ぶりをね、いろいろですね、前回挙げたらですね、備中だけじゃないんだと。 ちょっとひどすぎるんだっていう話がいろいろですねあの、内部告発が来たんですよ。で、あの慌ててですね、今日ねあね、昼間から、あの私の、まあ、関係者も、知ってる関係者もいるんで、えーまあ、ちょっとあの後で詳しく説明しますけどね、えー、聞いたらですね、そうなんだと、これひどい男でね、よく担いだもんだと、またあの、うまく変わり目に乗っかってねで、自分なんかポリシーないのに、当時ですね、 あの民主党はあのどん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 コストカット、行政改革を言ってたんですよね、えー、自民党は無駄金使うと、無駄な公共事業、無駄なあです、ね、給料を引き上げ、無駄な人員を使いすぎるということで、コストカットをずいぶんやったんですよね、まあ、これが結構支持母体の連合からもひ縮化あったんですけど、人や物を切れと、予算を切れっていうね、蓮舫氏なんかねあの、実はあの二重国籍隠してた連蓮舫がですね。 あのー、コストカットの先頭に立ってギャー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 やった時期ね全く同じことをーこの川勝氏は公約に掲げてですね、えー、その民主党旋風があるところにうまく乗っかって、えー、当選したということが本当のとこなんですでもところがね実は実はですよこの川勝平太氏は2009年当選したんですけど2007年に 早稲田大学の学部のの部教授を辞めてるんで、すすねこれには実は実訳があるんで,すでその訳をこれから詳しく話しますけど、詳しくでもないんです。あの、掴んで、確かでもう、鉄板で叩いた話しか言いませんけど、ある問題がありました。で、今日はね、この2つの柱についてお話ししようと思うんですね。微中の話は実はね、あの、またちょっと新しい情報入ってるんで、 また、近々やりますけれども、この静岡県知事、川勝平太氏6月に辞めると言ってるんですが、早く辞めてほしい、この人、の実像について2つあると、〇〇原常習者、〇〇原常習者、ハラスメントですね、それからあーはっきり言うと、これね、これもちょっとね、もう少し深めました。リニア新幹線 静岡航空、2数十キロのうちですね、あのコース2数十キロ、東京からですね、えーまあ、山梨方面通って、えー、静岡県もほんのちょっとかかすめて、えー、名古屋の方に達するやつですね、これ2数十キロあるんですけど300キロ近くあるんですけど、たったあ静岡県の,はあの航空機関は9キロしかありません。ここが全く未着工のままで、ででおかげでですね、 あのー、開業見通しは2027年より先になるという発表をしてで、川勝氏は何を逆上したのかね、まるで俺たちのせいだけせいで遅れてるようなことを言ってるじゃないか、JR とかおかしいじゃないかってことで、まあ、今、論争してましたけどね、まあでも、結局のところですね、あのこれね、あのコメントで指摘があったんですよ、いや、川勝平太氏は、リニア中央新幹線一度も反対してませんよ、確かにね、見たらね、 反対ってことは一度も言ってないんですよ。言ってないけど、事実上反対よよ。りひどいことやってるんですよ例えばね、あ,のまあ後で詳しく言いますけど、工事をやったり、ボーリング調査をやると、地下水が出てくると、それで流出した水は一滴残らず、静岡県に返せ、で特に静岡港区は大井川の上流なんで、大井川に必ず返せと。 もっとすごいのはですね、山梨県の側で工事して出た湧水も地下水がつながってるんだから静岡県に返せる。むちゃくちゃなことを言ってですね、次から次へと思いつきで出任せのね、えー、にあの、まあ、口実を言ってですね、まあ、はっきり言えば、工事妨害したんですね。で、あの、あんまりね、ひどいんで、山梨県知事の長崎さんとして怒り出してね、もう山梨県の水がね、 静岡県の水って変な理屈言うのやめてくれっていうことをね、記者会見で言って、なんかさすがに知事同士で論争するのはやばいと思ったのが、いや、今後は山梨県の水は静岡県の水って言いませんって言ったんですけどね。まあ、そんなようなね、口から出まさ先のね、ニア坊がやってる。これについての怒りが今広がってるって話。まあ、今日はこの二つの話をしようと思ってるんですけどね、およそ学者なんですよ。はじめね、あの当選した当初はね、学者知事だと。 だから、知事の仕事をする前、早朝は研究論文を書いてるなんてこと、大男なんですよ。で、まあ、どうでもいいんだけど、そんなことはね。でも、この〇〇原常習者っていうことの事実はね、ちょっとショッキングではっきり言ってスクープやりますう。うちのスクープです。何かっていうことをこれからお話し,します、えー。実はですね、えー、川勝平太氏はですね、2007年までは早稲田大学生形学部教授でした。しかしかね、えー、早稲田 ということで、今回ですね、ある方からですね、えー、川勝兵たちは各々、各っかくしかじかの理由で辞めて、高、え、校、ー、こ,こ,こういう問題を起こしてでも、こういうことは隠されてるよっていうようなことがね、お一人の方から詳しい説明をいただいたんです、率直に言いますけど。で、一人の話じゃちょっと心もとないなと思いまして、私も早稲田は知り合いがいないわけじゃないんです、教授クラスでも。で、聞いてみました。あ行ったことなかったっけ、あれ事実だよ。 もううちにとってはね、あのー、もう静岡の知事になっちゃって、またで、ね、静岡の知事いろいろやったら、あいつまたやってるよと思ったけど、実は本当だよ、それはと言われたんです。ちょっと私、ショックでした。何かあったらですね、川勝平太氏が2007年に、この時定年じゃないんです。えー、58歳だったと思います。えー、これで辞めた理由がですね、なんと、ユーモクはばかるんですが、早稲田大学職員に、女性職員に、 重大なセクハラをやったたとということでしたで、えー、実は早稲田大学というところはどっちかっていうとリベラル色の強い大学でして、えー、90あの私もねあのちょうど国会行った時っていうのはあのモラルハラスメントとか赤ハラとかパワハラとか、ね、セクハラとかねモラハラとかねそういうことが言葉が出だしてですね進んだ企業やね労働組合の強いところではあこれをですね職場の、まあ、いわばね問題として 委員会を作ってね、あの取り上げて、きちっと解決しようと。 で犯罪までいかないけども、個人を圧迫する非常に問題がある行為だということで、こういうことはどんどん適用されて、まあ、今よりはなかなかうまくいかなかったんだけどね、早稲田は先進的な取り組みをして、ですねハラスメント委員会というのを全学ですね、あの横断して作った委員会がありまして、事件について被害の申し立てがあったら、委員会が開かれて、ですねその当事者からちゃんと聴取も行いながら、 あまあ、いろいろ法学部だってありますからね法学の教授もいれば教育学部の教授もいますからそういう人たち全体で話し合って、えー、見解を出すとその見解を出して、えー、早稲田大学というのは学部自治というのは進んでますので、えー、それぞれの学部のをですね所属の教授の処分についてはあそれぞれの学部で決めるというスタイルだったんですがあ実はですね この川勝平太氏は2007年にかなり重大なハラスメントをしてですね、ほかの、これがねよくない話なんですよ、早稲田大学で実はトップの学部って整形学部ですよね、整形学部内だけで解決しようとしたらしいてんですね。実はあの まだ整形学部の関係者に聞けてないんで、どうだったんだって話をまだ詰め切ってないんで、え他の複数の学部の関係者から聞いた話として、こういうことなんです。ですからあの、よっぽど話が重大で、他の学部に漏れる、要するに、先ほど言ったハラスメント委員会というのは、いろんな学部の先生たちが委員として出てですね、やるんで、どうしても他の学部に漏れるっていうことをね、恐れたそうなんです。で早稲田の看板学部ででもありますからねそれで 整形、えー、学部内で話し合って、えー、なんとですね、えーまあ、退職だということに決まったそうなんです。で、これも懲戒的な退職だということにすると、いろいろ問題が起こるので、自主退職,退職ということにしたんだと。で、これはね、他からやっぱりね、不信がられたそうです。で、結局バレちゃうんですよね。他の学部にばれちゃうんだけど、要するにね、早稲田大学っていうところはですね、 あの60歳で辞めるのとお、定年以前の58とか59で辞めるんだよね。えー、当時ですよ、当時の話ですが、倍額ぐらい、ね、退職金違うんでね、あの金に汚いね、川勝平太が、なんでそんなね、えー、退職金が半分になって辞めるんだと、これおかしいっていう話が結局広がっちゃったそうなんですよ。で、えー、まあ、はっきり言うとですね、えー、その被害者というのは、 あ大学全体に共通するです、ね、機関の職員だったものですから、だんだんバレていっちゃったんですね、被害者が、ね、いるからね。でえー、なんだけ、セクハラで辞めさせた、結局、身を引いたのにねあの、ハラスメント委員会にかからなかったじゃないかっていう、また問題になっちゃったんだけど、もうそのときはあー、川勝平太氏はあ、どうも根回しをしたらしくて、でこれ、川勝平太という人間のですね、ウィキペディアを引いてほしいんですけど、 この時辞めた理由はですね、当時の静岡県知事に懇願されて、えー、県立の静岡文化芸術大学の学長になったと。確かになってます。えー、で、学長になるということで、転出してると。どうもね、なんかね、政治的な力使ったんじゃないかという話も出ていました。で、まあ、そういう形でね、出ていったんですけどね、このね、えー、この、 〇〇る原常習者。セクハラもそうなんですけれども、セクハラの、ね、内容についてはあのー、私は具体的な話は今掴んでませんが、掴んでも言わないつもりです。ではっきり言うと、被害者がどこ,どこの部分に所属したどういう職員かっていうのを今回は突き止めてしまいました。これも言いません。あのー、二次被害になってしまう可能性があるからです。あのー、ただ、相当深刻な セクハラを行ったことは確かです、すでその上ですね、あの話が出てる、こういう話がありました、この聞き取りの中でこういう話もあるよっていうのを聞きました。何かと言ったらですね、ともかく威張るんですって、あのー、まあもちろん同僚ですね、整形、整形学部の同僚教授とかね、 教授とかに対してはね、あの人がいい,いい、いい感じなんだけども、ちょっと下の人間に対しては、ものすごく威張ってパワハラをやるそうです。で、特にですね、教授の肩書きのない職員に対してはね、人の扱いしないそうなんですよ。これ、覚えてらっしゃいますか、皆さん。この間ね、今回、川,川勝知事が辞、ね、めるって言わざるを得ない原因になったのは、 あ新しいですね県庁の職員に対する訓示の中で皆あの県庁というのは1つのシンクタンク機能で頭脳労働だからあの畑で作物作ったりそれを売ったりするような人とはわけが違うって言ってね、えー、農業とかですねそういう第一次産業にいいですね従事している人を全く差別して小ばかにするようなねもうエリート意識。まあ、もう ぷんぷんのです、ね、訓示をしてそれがおかしいじゃねえかということで,、えーですね、県議会で紛糾して追及されてとうとうやめるって話になったんですけど全く同じようなことをや早稲田大学でやってた。